会の木野希里子です。二月ひろたかです。昭和歌謡の世界へようこそ。毎回一つの歌をピックアップして、歌の生まれた背景や作者の思い、そして当時の世相などをご紹介する昭和歌謡選曲一夜のお時間です。今日は高度経済成長を彩ったスーダラ節にスポットを当てます。スーダラ節、植木仁さん、はい、木野さんは聞いたことあります？はい、聞いたことあって、うん、すごくコミカルで、もう一度聞いたら忘れられない、うん、あの曲が、まあ、もちろん生まれてないんだけどもね、はい、相変わらずこの歌は私は頭の中に入っててですね、はい、ちょうど小学生だったんですよ、はい、もうこれはもうクラス中で流行ってね、遠足の時バスで行くでしょ、はい、その時に私歌ったの、大受け。バスの中で歌ったんですか？大受け、スイスイスイダラだったっていうのをクラスで全員やるというね、いやいい時代だったなと言いつつ、はい、まず聞きましょう、スーダラ節を、はいはい、それでは、1961年リリースのナンバーです。植木仁さんでスーダラ節。一杯のつもりで飲んで、いつの間にやらはしご酒、気がつきゃホームのベンチでゴロ寝、これじゃ体にいいわきゃないよ、わかっちゃいるけどやめられね、あほれスイスイスイダララッタスラスラスイ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 ダララッタスラスラスイスイスイあスイスイスイダララッタスラスラスイスイスイあスイスイスイダララッタスダララッタスイスイときたもんだ。狙った大穴見事に外れ、頭カット切って最終レース、気がつきゃボーナスはすっからかんのカラカラ、馬で金儲けしたやつはないよ、わかっちゃいるけどやめられね、あほれスイスイスイダララッタスラスラスイスイスイあスイラスイダララッタスラスラスイスイスイあスイスイスイダララッタスラスラスイスイスイあスイスイスイダララッタスダララッタスイスイと。見た子にたちまち惚れて、寄せばいいのにすぐ手を出して、騙したつもりがちょいと騙された、俺がそんなにモテらきゃないよ、わかっちゃいるけどやめられね、あほれスイスイスイダララッタスラスラスイ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 ラスイダララッタスラスラスイスイスイあスイスイスイダララッタスラスラスイスイスイあスイスイスイダララッタスラララッタスイスイできたもんだ。スイダララッタスダララッタスイスイ。節をお送りしました。どうでした？いや、なんかあのこう私昭和の時代のこう、うん、日本人だったりとか男性のイメージって結構こう真面目で勤勉で、うん、少しこうちょっとなんていうか お堅いみたいなものを良しとされてる時代なのかなっていう印象があったので、うん、こういう曲がヒットするっていうのが結構意外というか。なるほど、ね、はい、思いました。私はねこれを聞いた時、あ、大人もふざけていいんだ、だったら子供もふざけていいんだ。でちょうどね高度成長というね、はい、戦争が終わって16年経ってこうぐーっと伸びてくる時にちょうどこれが出てきたというような、それが植木仁さんだったんだね、はい、うん、で
今日は植木等さん、それから花はじめとクレイジーキャッツに多分誰よりも詳しい、ね、ゲストをお招きしております。はい、ご紹介します。スペシャルゲスト、娯楽映画研究家の佐藤俊明さん。はい、よろしくお願いいたします。今ね、改めて聞いて僕感じたのは、これって青島由紀夫さんの作詞は、うん、昭和の、まあ、男性の解消であると同時に、うん、それは良くないよねって言われた、飲む打つ買うな、はい、1番、はい、2番、はい、3番、ね、うん、それを肯定的に、うん、でしかも分かっちゃいるけどやめられないというね、うん、もう人間の業みたいなことを肯定してるこう面白さ、うん、だから太木さんおっしゃったみたいにこう突き抜けていくんですよ、うん、そういうことでいいんだと、うん、何かこう、うん、リミッターを外してくれる、うん、それがね、あの真面目なサラリーマンだからこそ、うん、こういう願望をみんな抱いてるんだみたいなことを肯定してくれたことが60年安保の翌年の61年という年だったのかなって今ふーっとそれを感じました。そしてもうお一方、おなじみの東京新聞元編集員の稲熊仁さんです。よろしくお願いいたします。稲熊さんまだ生まれてないか。そう、いや生まれてるんですけど、まだ、うん、まあのまあ、後に聞いてね、あの私は田舎の人間だからサラリーマンが少なかったんで、うん、周りにね、うん、まあ、バス会社があってバスの運転手をサラリーマンと思ったような世代です、はいはい、あの田舎者ですから、うん、あサラリーマンっていいな、うん、とあの、まあ、思ってこうなりたいなと思ったような口ですけどね、うん、多分そういう人間は結構田舎は多かったんじゃないかと思いますね。私はね、親父の転勤族で、その時はね、島根県の松江市にいたかな。それでも県庁所在地だから、サラリうちの親父はサラリーマンだったんだけども、こういうタイプじゃなかったからね。だからそういう意味でこう今佐藤さんが言ったら、突ん抜けて、しかも良くないよねと言いながら突ん抜けちゃう自分みたいなね、そういう面白さがあるというね。これが1961年というところのこう出てきたということで、佐藤さんにじっくり聞きたいんですが、まず我々クレイジーキャッツ、花はじめとクレイジーキャッツっていうと、まあテレビでも映画でもなんかおふざけをして、まあ楽器も弾けるコミックバンドみたいに思っちゃう、ね、あのいわゆる、まあ、今でいうコメディアン、はい、要するにコミックグループっていう印象がありますけど、もともとは戦後の、まあ、進駐軍がいた頃のジャズブームの中で、うん、みんなキャリアをスタートさせたジャズマンたちがちょうどあのサンフランシスコ講和条約で、はい、その、うん、米軍進駐軍が撤退することで基地がなくなり、うん、彼らの働く場がなくなって、うん、どうしようかって時に、うん、まあ、後渡辺プロダクションを設立したばかりの渡辺晋さんが、うん、ならば花はじめさんにコミックバンドをやったらどうだ、はい、ラテンのブームの中でコミックバンドをやったらどうだって結成した時に、すでにミュージシャンとしてそれぞれ一家を成した人たちが集まって30前ですよ、うん、大人がコミックなことを始めちゃった、うん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 、でこれがクレイジーキャッツのこと始めで、そこにテレビという民放の開局ラッシュが同時になって、クレイジーキャッツがテレビに出る。ただ大人のフジテレビで始まった大人の漫画は10分ぐらいの番組なんで、演奏して最初は演奏もしてたけど、演奏してる時間がない、演奏が抜けてコミックバンドのコミックだけが残ったっていうことでコメディアンになっていく。だからテレビの時代とこうリンクしていく、その辺ね、少しずつ輪切りにして見ていきましょう、はいはい、ということで、いや確かにね、あのちゃんとしたジャズマンなんですよね。だからそれがジャズマンとしてどん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 、まあ言ってみれば戦時中は適正音楽だったから禁じられたけども、まあこっそりジャズを聴きながら練習した人たちが、1945年昭和20年にまあGHQ が入ってくる、でそれを好きな GI たちがいるキャンプでやる、腕を鍛える、本気のジャズマンだったというようなところでこう来るんですが、さあその一番中心の植木仁さんってお寺の出身、あれそうだよね、あの三重県 の、うん、あの浄土真宗のお寺の息子さん で、うんうん、で幼い頃にもうそのお寺の漱石を継ぐということで、うん、東京の
巣鴨の確かね東京の方にあの修行に行く、うん、でそのままお寺 の, その修行をしながら、うん、あの東洋大学に通っている時に、うん、戦時中なのに軽音楽と出会っちゃう、うん、で、うん、いいよねって言って、うん、当時みんな学徒動員で戦争に、ねうん、行くちょっとその世代なんだけど植木さんは実はその慰問バンドをやる、うん、そう女の子にモテちゃう、うん、これはいいよねだんだんその漱石お坊さんの修行の席から遠く離れていきながら、うん、で歌手になりたくなるんです、うん、植木さんディック・ミネさんとある時でやって、うん、で歌手になろうと思って、まあ、歌がうまいん で,、うん、で昭和21年かな定築の歌手コンテストに応募して入賞するんですよ、うん、ところが待てど暮らせどレコーディングの話とか歌の仕事が来ない、うん、で学生結婚的に一緒になっちゃってもう赤ちゃんが生まれると大変だ、うんうん、なんかたつきが必要だった時にジャズブームが起きた時に、うんうん、なんか楽器やろうと思って質屋で見たギターをそこから始まるんですよ、うんね、だから生きていくためにみんなジャズを始めるのは好きだけじゃなくて実はギャラが良かったんですよ、うん、あの進駐軍のいわゆるクラブで演奏するバンドマンっていうのは、うん、実はまあ日本初の思いやり予算があって、うんねうん、日本がそのギャラを用意したんです米軍のために、うん、でそこに失業っていうか仕事がなかった戦争から戻ってきた若者たちがわーっと殺到して、はい、楽器もできないけどなんとなく持ってる様になるみたいなとこからやってそれと同時に花はじめさんや谷圭さんみたいにジャズマンに憧れた人もいたと、うん、あれ稲子さんも調べられてるんだ、うん、花はしてる植木仁さんのお父さんってなかなかユニークな人なんですね。ユニークもそうだし、だからそういう話にもなるんでしょうけど、ものすごい実はあの、植木さん自体が非常に誠実な朴訥な人なんだけど、はいうん、それはやっぱりあの お父さんの影響というかね、うん、この人はねある種の戦時中も非常にヒューマニズムあふれる、うん、あのお坊さんで、うん、それであの戦地に行くあのまあ若い人たちにね、うん、要するにあの、敵を殺すんだと、うんやられそうになったら逃げて帰ってこい、うん、といったような非常にこうあの戦時中でもそういうことを言うような人、うん、非常にヒューマニズムな、うん、溢れた社会活動家ですよね、うん、それで、まああの親鸞聖人は90歳で亡くなったけど亡くなる前に我が生涯は分かっちゃいるけどやめられないという人間の業はそういうもんだというようなこういうものがまあいろんな意味で植木さんにも伝播してたんじゃないかなという。なんか真珠職人をやってて、その真珠の会社があの待遇悪いっつって労働争議を起こしたんですね。まあ三木本ね、三木本ね、三重県の三木本の東京で、うん、まあ丁稚のようにしてたんですけど、うん、そこで労働争議になった時にやる。でその時にはカソリックの信者なんですよ、お父さん。クリスチャン、クリスチャンです。それで労働争議やったりして、うん、そうするとそのお父さんの家族心配しますよね、うんうんうん、そこでお坊さんの家にのお嫁さんをもらって作、うん、っていうことで政略結婚的にお坊さんになるカミングアウトっていうかね、そうお父さん哲也さんの話面白い、だからカソリックでありながら、うん、その浄土真宗に帰依していくストーリーっていうのは、うん、まさしく植木さんが映画で演じるような、ね、植木さんの持っているとぼけたおかしさみたいなことは真面目なんだけどどっかおかしいっていうのはお父さんの影響が大きいそうですよね、うん、だからあのスーダル節や何かをやる時も植木さんは実はまあ根が真面目だからなんで俺はこんなことやんなきゃいけないんだって言うんだけど、うん、お父さんがさっき私も言ったようにあの分かっちゃいるけど人間はやめられないんだからお前はそういう人間の真理を歌えと言って随分と説得したという、うんうんうん、あの親鸞ですよね上手悪性さらにやめがたしっていう、ね、悪性さらにやめがたしっていうねそういう人ほど救われる悪人小気説っていうさ、でそれはそうか多分植木さんはクソが根が真面目だからこれ歌っていいのかなと思ったのかもしれないですね。しかもジャズマンとしてやってきて、うん、クレイジーキャッツが結成して6年目なんですよ、うん、で初めてのレコードなんですね、うん、ノベルティみたいなの、ね、コントの音は取ってるんだけど、はいはいはい、まあ、基本的には初めてのレコードがジャズの演奏とか、うん、ジャズボーカルじゃなくて
コミックソング、しかもちんどん屋さんみたいな音でしょ、萩原弘明さんのね、スイだったのね、あの1番2番3番の感想が違うし、イントロからふざけてるでしょ、ふざけてる、ああいう音ってなかったんです今まで、うん、それ作った萩原弘明さんでしょ、すごいんだけど、すごいあれ、そうですね、これ花さんとはやっぱりジャズで知り合ったの、花はじめさんと花さんの出会いは昭和21年の12月ぐらいかな、あの利根克実とブルームードセクションという利根克実さんのバンドのバンドマンだったんですよ、うん、あのバンドボーイだったんです、うん、花さんがね、うん、そこに植木さんもバンドボーイとして入ってきて、うん、花さんが辞めるんで代わりに植木さんが入ってきた時に、はい、1ヶ月ぐらい同じバンドにいた時に、うん、16歳の花さんが19歳の植木さんに、花はじめ16歳、植木さん19歳で先輩なんですよ、うん、花さんのはね、お前おい声楽お前いくつだ、俺は16だ、声楽って学生のリンゴね、そうそう19歳ってそうかって言ってね、もういきなりそのなんか立場だった、うん、僕植木さんから伺ったんですよね、うんうん、でそこで出会いが、うん、でそこですぐに同じバンドじゃなくて、またそれから5年後にスーザラ節を作った花、あの萩原弘明さんのバンドに花さんがドラマーでいて、うん、そこにギタリストって植木さん入ってくる、うん、で昭和25年にスーザラ節を作った人とスーザラ節を歌った人と、うん、クレイジーキャッツのリーダーが同じバンドにいたと、うん、でだからそれからさらに10年経ってのスーザラ節でしょ、うんうん、植木さんは俺30半ばでこんなことしてていいのかなって真面目だから思ったと思った。でそこで歌詞をもらった時に、これを俺は歌ったらヒットするだろう、でもヒットしたら俺の人生は変わる、その変わることが果たしていいのかどうかって悩む。でお父さんにそれを相談するんですよ。でお父さんはあの青島幸男さんの詩を見た時に、まさしくこれは悪性さらに闇形師の親鸞の教えじゃないかと、青島幸男は天才だとまで言ったと。でそこで背中を押されてレコーディングに行くと。それで、うん、クレイジーキャッツのメンバーがだんだん集まってくる、はい、例えばまあ私の名前で安田真さんとか谷圭さんとか、それから犬塚弘さんとか石橋英太郎さんとか、みんなジャズマンですよね。ジャズマン、それぞれスタートが違うんですよ。例えば犬塚さんは戦後文化学院に通ってて、はい、で IBM に入るんですよ、うん、で IBM に入ってまだそのコンピューターって概念の前の時代に IBM に入った時に、うんうん、アメリカ人の上司からまあ本当に日本人としては屈辱的な呼ばれ方するわけでね、うん、あの 人種的なことで、ね、それで怒って何よって言って上司と喧嘩して辞めちゃって、うんうんうん、ブラブラしてたらお兄さんが明治学院大学で通ってて、うんハワイアンバンドやってるんですよ。でヒロムお前背が高くて、うん、タッパがいいから絵になるからベース弾けって弾いたことウクレレを弾いたことだけどベース弾いたことないけどウッドベースでそこから始まっちゃうんです、うん、なるほど、ね、で谷さんは昭和20年にあの逗子開成中学に入ってで新舞台っていって、まあ、あのマーチングバンドね、うんまあ、戦時中だから、うん、それに憧れて入る、うん、だけど途中ですぐに昭和20年8月15日を迎えた途端にムーンライトセレナーデとかが入ってきて、うん、なんて音がいいんだっつって、うんうん、ジャズの方に行く、うん、でそこの逗子開成中学高校中学のそのマーチング吹奏楽部と提携している別な中学 の、うん、あの学校の吹奏楽部に安田真さんがいて、うんうん、でなんか交流演奏したりとか、うんうんうん、で谷さんが長じてバンドマンに大学中央大学でバンドを始めるんです、うん、軽音楽部作ってそしてなんか学生バンドやろうだけど舐められちゃ困るって言って、うん、横浜で当時、人気だったあの石橋英太郎さんに、ねうん声かけて、うん、学生バンドに入ってください頼みに行くと、うん、英太郎さんいいよって入って、うん江太郎さんプロなのにすごい横浜で有名なプロのピアニストなのに、うん、谷さんのバンドに入るとそういう交流がみんなあるんですよ、はあ、それぞれの人生の局面で、うん、だからなんかクレイジーキャッツって結果的にみんなが集まっていくんだけど、うん、それぞれみんなどこかで一人一人の出会いがあったっていう、うん、これ面白いです。谷圭の名前の由来が面白いですよね。そう谷さんがね原信夫とシャープス&フラッツ入って、はい
ある時に、まあ、最初は本名の渡部康夫という名前でやってて、うん、である時になんか違うなと思った時にダニー系の虹をつかむ男とか映画を見た時に、うん、いいなコメディアンは、僕コメディアンになりたいなと思って、ダニー系ダニー系ダニー系これいいね、うん、である日僕は今日からタニケイですってでみんなにタニさんタニさんって言われて嬉しくて、うん、でそれでタニケイになっちゃった、うん、だからあの人も面白い人です、面白いですね、なんかそういうような。あと桜井千里さん、千里さんはね、なんとどんどん生まれなんですよ。え、そうなの？本名が千里じゃなくてヘンリーなんですよ。あ、そうなんだ。桜井ヘンリーだ、桜井ヘンリーで昭和の、まあ、初めに、うん、あのお父さんの仕事とか転勤で日本に戻った時に、うん、ヘンリーではまずいだろうって千里に帰るんです、うん、おで、あのやっぱりピアノ英才教育でピアノずっとやってて、うん、でクレイジーで一番年長者なんで、うん、ジャズブームの時は、うん、とにかくピアニストとしては一流なので、あの植木さんとか谷さんが例えば4万円のギャラの時に、うん、千里さんは8万円もらってたっていう、だからクレイジーに入った時も千里さん桜井さん桜井さんってさん付けてみんな呼んでたの、うん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 、石橋英太郎さんが結核でお休みになって急遽ピンチヒッターのピアニスト誰にしようかって時に、うん、あの三木とりょうさんのとこにいた、その時はいて編曲家やってた桜井先生に声がかかって桜井さんが、はい、でもあの人コントとかやるの、あの人は天才肌だからってみんなで話したらもういきなり洗面器 OK だったとだからクレイジーキャッツって面白いのはピアニストが2人いるっていうね、それも面白いよ ね。だからもう最初は栄太郎さん、栄、はい、太郎さんも本当にあのジョージ石橋なんて名前で、はい、すごい横浜で鳴らしてたピアニストで、うん、でクレイジーでも本当にいいピアノ弾いた時に病気療養するんでお休みする、うん、で千里さんがピンチヒッターで入る、うん、で1年後に栄太郎さんが戻ってきた、うん、だけど千里さんどうするって時に植木さん、確か植木さんがね、じゃあ2人でやればいいじゃないって、その要するにもう千里さんやめてくださいって誰も言えないんですよ、うんうん、であれダブルピアノになったと、うん、今ずっと話があると結構半分以上の人は横浜というのを、はい、つまりジャズは横浜は盛んだった、そう戦前からね、うん、横浜というのは外国港、特にサンフランシスコから、まあ、横浜への、はいはい、あの客船があって、うん、汽船があって、そこにダンスバンドが乗ってて、うん、そのバンドマンたちが最新の、そのアメリカで流行ってるピースを持ってきて演奏する、うん、で横浜に着くとお小遣いが欲しいからその楽譜を売るんですよ、その楽譜を買いに来た人たちが例えば江ノ健さんの一座の音楽担当の人とか、ロッパさんの一座だったり、うん、PCL 映画のね、うん、あのいわゆる音楽デパートメントの人だったりということで、うん、実はだから戦前ってアメリカで2週間前に流行った最新の曲をもうすでに映画とか舞台でやってた、うん、それはその客船に乗ってきたバンドマンの譜面なんですよ、うん、これは例えば GHQ が来て、はい、やっぱり横浜はまあベースがあったからそこでさらにということもあるんですよね。それもあります、うん、とにかくベースのある街で、うん、ジャズをみんなやるし、うんうん、特に横浜の場合はそこからあの町伊勢崎町とか、ね、はい、いろんなとこで町場のジャズクラブもたくさん増えていくわけですよ、うん、今もありますね。あの米兵相手だけじゃなくて、うんうん、日本人の若者も行くみたいな、そこにモダンジャズブームが起きた時にどん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 みんなディープになっていくわけです、ね、根っこは港だったという意味では神戸もそうですよね。そうですね、神戸もジャズが多くて神戸はね、うん、あの台を作った中内光さんが大好きでね、はいはい、うん、それで彼はあの、まあ、やってから音楽の、まあ、ハブっていう店をいろいろやるわけね。でやっぱり中内さんもやっぱりジャズで育った人だから、その世代大正から昭和にかけてのいわゆる学生時代に結構楽しく遊んでた人たちが長じて、うん、その起業家になったりした時にその趣味みたいなのを生かしていく、うん、それが逆に言うと音楽業界のパトロンとかね、うん、なっていく、うん、だからそういう意味で言うと
クレイジーキャッツの、まあ、育ての親でもあるしプロデューサーでもある渡辺慎さん、渡辺プロダクションを設立した今の鍋プロですよね。もう元々は、学生から学生バンドから始めて、はい、渡辺慎とシックスジョーズね、うん、バンドリーダーでやりながら、ただ進駐軍がいなくなった、うん、仕事がなくなった、うん、生活困る、家族どうするって時に彼らの福利厚生というか今後を考えてあげたいと思って、実は渡辺慎さんは渡辺プロダクションを作るんです。うん、渡辺慎さんのバンドは早稲田ですよね。でここでそのシックスジョーズっていうところで言うとピアノ中村八大ですね。でサックスが松本秀彦ですよ、ね、ビッグフォアね、ビッグフォアでさ、これを実はね、これはこれ私ずっと質問してるのはこれ佐藤さんが書かれたクレイジー音楽大全っていうね、はい、これなんですよ。まあよく調べてよくインタビューしてるなっていう中で、うん、その渡辺慎さんっていうのは実はジャズが進駐軍がいなくなる、サンフランシスコ講和条約がある、で1年前に朝鮮戦争があってもう一回 GI が来る、この辺がピークだった、それをジャズマンの渡辺慎さん今言ったように福利厚生から飯をどう食うのか、ジャズがブーム終わった時どうするのかっていうことでプロデュースに転向して、これが60年代70年今までずっと実は続いていく芸能ビジネスの、うん、今の戦後の芸能ビジネスの礎というのは、うん、まあ、その前にマナセプロダクションね、はい、マナセご夫妻があって坂本九さん、うん、パラダイスキング、はい、それを前例にしながら、そこの娘さんが渡辺美沙さん で、はい、で渡辺美沙さんと結婚して、うん、渡辺プロダクションができるわけでしょ、うん、そのビジネスが継承されていく中でテレビとレコード業界、うん、音楽業界とテレビの蜜月がちょうど1960年、うん、61年、特に61年のスーダラ節が誕生したのは必然だったんですよね。なるほどね。この年というのは4月に若い季節が NHK で始まる、はい、これクレイジーキャッツも出て、はい、渥美清さんも出て、はい、で6月に日本テレビでシャボン玉ホリデー、これクレイジーキャッツとザ・ピーナッツのいわゆる冠番組、はい、音楽バラエティ、その2ヶ月後の8月にスーダラ節クレイジーキャッツのデビュー曲が出るっていうのは、うん、もう本当メディアミックスのちゃんとプランニングがあったと思うんですよね。うん、でなんでスーダラ節なのかって時に、音楽出版ビジネス、うん、黎明期で、それまではレコード会社が、まあ、専属作家によって作詞作曲家、うん、小川雅夫さんとか服部義さんという方々が作詞作曲したものを専属の歌手が歌うって、うん、全部レコード会社を中心のビジネスだったのが、うん、アメリカとかイギリスは音楽出版だよっていうことで、まあね、ビートルズが分かりやすいんですけど、それをいち早く渡辺慎さんがじゃあ自分たちも音楽出版やる、で渡辺音楽出版を始めるの、その第一号がスーダラ節だった、こう今の話、進駐軍がだんだん進駐軍がいなくなる、それからテレビが NHK だけど民放が開局する、この端境期で、そうそうそう、進駐軍で歌ってたエリチエミさんもいたんですよね。ですだからエリチエミさん、雪村泉さん、はい、そして、まあ、ひばりさんも例えば、ね、バッキングは原信夫さんがバッキングしていくわけですから、はい、要するにジャズブームの後に少女ジャズ歌手ブームが起こるんです。昭和27年、うん、8年、うん、9年、うんうん、これで3人娘が誕生するというのは、うん、今までのジャズで食べてた人たちがみんな少女歌手のバックバンドになった。なるほどね。で、だから歌謡曲のバックバンドというのは、うんうん、実はその元ジャズマンたちが多いんですよ、うん、その後の昭和40年代の、うん、例えばドリフのバックしてたゲイスターズとか、うん、みんなそうなんですよ、うん、っていうその、ね、流れが見えてくると面白いんですよね。ひばりさんも横浜だし、ね、横浜だし、ひばりさん、さあこれがテレビそれから映画にクレイジーがいよいよクレイジーキャッツ花はじめが出てくる、ここの入り口から広がる話はお知らせを挟んでいきましょうか。はい、それでは、番組の後半は勢ぞろいした登場人物たちが、クレイジーキャッツにまとまり特大ヒットを生み出していくストーリーをご紹介します。ではここでお知らせをご覧ください。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ
火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にやった。トランプがシリアの、そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はねほとんど話題にならなくて、だけど、でその流れですいません、メール次の流れって流れてないけどいいですか。すいません、時間短いですね。1時間しかしゃべれない、そうもうあっという間だから。もうはい、次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。さあ、昭和20年代で、まあ、ジャズブームが終わりに近づいていくと同時に、テレビというね新しい場面に出てくる。そのテレビに出てくる時には歌手の人もバックバンドももちろんクレイジーキャッツも実力を持って佐藤さんドーッと流れ込むわけですね。そうなんですよ。だからテレビというのは前例のないメディアでね、うん、どうやって作っていいか分かんない、うん、だからテレビ局のディレクターたちも学生バンドやってた人たちが多いんですよ、まあ、芸能プロダクション社長みんなそうなんだけど、うん、そして自分たちの仲間内で始めていくけど、そこで特化していく面白さが、特にフジテレビが開局した時の、うん、開局した翌日に始まった大人の漫画という番組でね、はいはいはい、ディレクタープロデューサーが杉山浩一さん、ね、後の大作曲家の杉山浩一さんがディレクターで、クレイジーキャッツ の, あの番組で、最初は永六輔さんとか前田武彦さんとか小野田勇さんといったすごいメンバーが作家で入ってる、うん、だけどその日のニュースを、その日の朝の新聞を見てコントを書くっていうのはなかなか大変で、はい、1人減り2人減りで、うん、最後に残った人がなんだか分かんないけど偉そうにしてる若者がいるんですよ、うん、それが青島明夫さん、うん、米軍払い下げのジャンパーかなんか着てなんかうんちくを垂れてる青年がいて、うん、その青島さんが結局クレイジーの雑記作者ブレーンになった瞬間にいろんなものが動き出すんですね、うん、今ちょっと言われた作家でいうと当時三木鳥郎さん、はい、鳥郎工房っていうね、はい、ものすごい、これ後に前武さん前田武さんもいるし、はい、A さんがまず A さんがいて木田美濃さんがいてというですね、大変な作家集団がいて、その中に青島さん入ってない、ね、入ってないです。青島さんはもともとはその学生時代に結核を患って就職できないまま大学院に残って、うんうんうん、でもなんかね日本橋の弁末の息子ですから、はい、非常にこうねお坊ちゃんなんですけど、うん、そこで何かやろうってトリスバーをやってたんです。昭和30年代初めね、うん、そうしてカウンター入ってこんなことやってたんですけど、学生サラリーマンが来て、うん、同世代なのにいろんなおだわを上げて愚痴をしたりする姿をずっと見てたみたいで、うんうんうん、で何かそういうことが全部情報として入った時に、うん、もうやることないから放送作家という青島さんの言葉を変えればヤクザな家業に身をやつしたそうですよ。でそこでクレイジーキャッツの作家としていろんなコントを書いたりしているうちに、うん、まあ、シャボン玉ホリデーも始まりメイン作家になった時に、うん、渡辺慎一さんがじゃあクレイジーでレコード作ろうか、うん、何ですか、ただのなんかコミックソングじゃない何かやろうよっていう風に、うん、植木のあれで行こう、植木さんのあれっていうのは植木さんが麻雀やってたりね、新しいネクタイこうして何かアピールしたい時にいいつもが来たね、積もった時にふん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 ってやるのが癖だった、うん、あのフレーズを歌にしよう、うんうん、その時に歌を誰が作るかみたいな話になった時に、たまたま花はじめさんが街を歩いていたら久しぶりに出会ったのが昭和20年代に一緒にバンドをやってたバンドリーダーの萩原博明さんね、はいはい、クライネット奏者でサックスプレイヤーね、うん、萩原博明さんが最近デクさん何やってんのって、いや私もうミュージシャン辞めて作曲家流行歌の方やろうと思って、うん、何かつてはありませんかで一曲も書いてないですよその段階で、うん、そしたらその社長がね社長っていうのは渡辺慎さんが、うん、なんかね植木屋の歌を作ろうっていうから、うん、ちょっとデクさん一緒に行こうよって、うん、そこで上大岡の渡辺慎邸にみんなが集まって、うん、ブレストが始まって、うん、作詞青島由紀夫作曲萩原浩明と、うん、座組が生まれる。で萩原さんはなんか面白いことやろうってやってるうちに、うん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 、
あのサウンドが生まれちゃうんですよね、うん、これ今私はそのまあポッとできたんじゃなくてストーリーがあるっていう話で言うと、テレビで言うとその大人の漫画って、はい、これ毎日やってたんですよ、毎日、ね、で月曜日から土曜日まで毎日やるわけだね。最後10分だったのかなというようなのがあって、私よく覚えてる、うん、テレビっ子だったからよく覚えてるんですが、これができます。それからこの時にね、1959年に今の上皇、あの皇太子さんのご成婚があったの、はい、でうちの親父はね、なんか新しいもの好きで町内で一番最初にテレビ買ったんですよ。近所の人が見に来るみたいなね。それでこのご成婚をきっかけにブワーッとテレビが全家庭に普及していくわけよ。でそれで見るのがそういうバラエティーであったり、それから若い季節シャボン玉フレー、それですよね。だちょうどねその頃が1960年のちょっと前に経済白書っていうね、はい、中でその中で日本はもはや戦後ではないっていうフレーズがあるわけ。そう、1956年の経済白書が出るんですね。56年ね、うん、そういうようなところでその56年ですから、それが昭和31年だよね。だから昭和20年に戦争が終わって、もう焼け野原からみんなで頑張っちゃって、それでもはや戦後ではないっていう時にテレビが普及して、クレイジーキャッツと花はじめがドカーンと出てくる。実はこれと高度成長とかパラレルって一緒に動いてるんだよね。でそこに芸能ビジネスっていうことがバックボーンとしてあった、うん、ただ、うん、そのお茶の間のね、子供たちとか視聴者たちにとっては、うん、面白いことする大人のクレイジーキャッツが最高にかっこよかったんですよね。そうなんですよ。だからね、本当に僕はテレビっ子だったんですが、大相撲中継とそれから親父大相撲中継と、なぜかね浪曲落語しかなくて、で私はごそごそっと言ってこうシャボン玉掘りで回すと仕方なく見れるっていうようなね、で日曜日は若い季節っていうね、そういうので団塊の世代は大体そういうふうに育っていくわけで、だからそのシャボン玉ホリデーの中で青島さんはその浪曲とか、うん、なんていうの、例えばあの尾崎紅葉とか、はい、ああいうののパロディをやるんですよ。だからもう逆に言うと、みんな落語だ浪曲だなんだっていう伝統芸能みたいなものが好きなお年寄りとかお父さんたちも、その青島さん自身が出てきてその尾崎紅葉の格好してやったりするっていう、そのパロディに笑うってことで、そのシャレのメス面白さも同時にしてるんですよね。なんか頭が柔らかくなってる。皆さん全然イメージ分かんないと思うけど、70年入ってからゲバゲバ90分って番組だったの覚えてる？ゲバゲバ90分、ごめん忘れて。あれもちょっとテイストが似てるところがあってね、我々の世代ですよ。あ、そうです。中学生の頃だから我々がちょうどあれが多分シャボン玉ホリエ、あの二月さんのシャボン玉ホリデーに当たるのは僕らの木曜日にやってた巨泉前竹ゲバゲバ90、前竹巨泉って毎週その冠変わるんですよね。気使ってね。であれはあの全くそのシャボン玉的な笑いじゃないものをやろうということで、あの日本テレビの井原高忠さんが、あの忠敬さんが企画してで作っていく。だからその青島さん的なクレイジー的なものじゃないものを次の世代の若手作家たちが作る。でもそこに花はじめさんがいて、あっと驚くためごろをやるっていうね。こうね、ここのスタジオとも非常に縁のある宇都宮みどりさんも出てらっしゃって、ね、はい、出てます。宇都宮さんが水着になるっていうの有名だったんで、ね、見逃したな。ダートモトさんも出てジュリー・ヨングさんも出ててね。だから非常に切り取り型のコントだったんですね。あの今までのシャボン玉やなんかと随分ガラッと、うん、5秒10秒15秒みたいなことで笑いを作る。アメリカのラーフインというその要するにテレビバラエティを参考に作っていく。だからまさしくあの渡辺晋さんたちが目指すシャボン玉ホリデーというのは歌と笑いのバラエティショーというその昭和20年代のハリウッド映画的ななんていうかなあのエンターテインメント、
だけどゲバゲバはそれを壊していくゲバゲバ、うん、ゲバルトですからね。そうですね。1969年の秋に始まるんですよ、うん、だからまさしく69年っていうといろんな文化が変わっていく年じゃないですか、うん、歌謡曲も含めて。だからそのゲバゲバの登場、そのことによって実はクレイジーの時代が終焉を迎えていくことでもあると。ちょっとまた戻りましょう、戻りましょう。それでクレイジーがその大人の漫画フジテレビのやつからどん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 出てって、若い季節でクレイジーもドラマに出てくる、それからシャボン玉ホリデーでもレギュラーになってきて、ついにスーダラ節が、先ほど佐藤さんが言われたスーダラ節がこう出てくるというですね。でスーダラ節の次にすぐ今度スーダラ節の次にドント節が4ヶ月後にドント節と5万節のカップリング ね、もう両 A 面ですね、ほとんど ね、それが12月20日に出るんです、うん、4ヶ月後に、うん、これ私もあの歌詞カードなしで歌えるんですけど、そんなやってもしょうがないんで聞いてみましょう。はい、はい、1961年12月20日リリースのドント節をお聞きください。気楽な家業と来たわな、二日酔いでも寝ぼけていてもタイムレコーダーガッチャンと押せばどうにか格好がつくものさ、はちょっこらちょいとパハにはなりゃしねえ、あそれどんと行こうぜどんとね、はどんがらがったどんとどんと行きましょう。サラリーマンは気楽な家業と来たわな、酒を飲んでもデートをしても三度に一度は親父のつけさ、遠慮するなよぐっと開けろつけのキック見せまた探そう、あそれどんと行こうぜどんとね、はどんがらがったどんとどんと行きましょう。サラリーマンは気楽な家業と来たわな、社長や部長にゃなれそうもねえが定年なんてなまたさっきのこと、競輪競馬にパチンコ麻雀負けりゃやっけだっけまた借金、あそれどんと行こうぜどんとね、はどんがらがったどんとどんと行きましょう、はどんがらがったどんとどんと行きましょう。どう木野さん、なんか歌詞を見ながら聞いてたんですけど、うん、もう笑ってし、なんか 気が抜けてくるというか、うん、でもこのサラリーマンは気楽な家業っていう言葉がすごい印象に残るんですが、うん、この時代のサラリーマンの方ってそんなに気楽な存在だったんでしょうか。稲熊さんも随分長いことサラリーマンしてたと思うんだけど気楽、まあ、あの考え方ですね、気楽にやろうと思えば気楽にできる、要するに終身雇用ということですね、うんうん、そこで要するに守られてるというように割り切ってしまえば組合が強かったから、うん、今だからあとちょっと話しますけど、要するに随分変わってきた高度成長の頃は、うん、あの伸びると ともに要するにやっと身分をねしっかり守っていくとか、うん、まあ、まだ福利厚生がまだしっかりしなかった、うん、組合が強かった、それが大きいと思う、うんうん、それで一つ思うのは先ほどもちょっと出たあの青島作り手の青島さんがね、うん、青島さんはあの学生時代結核で、はい、それでサラリーマンになれなかったと、うん、その
サラリーマンになりたかったんで、恨みつらみがここでサラリーマンなんてこんなもんだっていう揶揄する自虐的なんじゃないかと。例えばあのちょっとパーになりゃ しねえっていうの、パーを元はクビになりゃしねえだとか、あとはコツコツやるやつはご苦労さんというところ、コツコツやるやつはバカとかね、それを渡辺晋さんがこれちょっとやりすぎだっていうんで、そのぐらい青島さんは実はこれ半分恨みもあるんじゃないかという説もあって、それをこうクソ真面目な根がクソ真面目な植木さんが歌うことによってどっけを抜いたんじゃないかという説があるんですけど、そうですね、その通りで、あのサラリーマンは気楽な家業と来たもんだのフレーズには終身雇用のサラリーマンで身分は守られてるから別に滅私奉公する必要ないじゃない、それまでは滅私奉公ね、一生安泰だから滅私奉公しなきゃいけないみたいな戦前からの考え方があって、それをねガラッとそのフレーズでやった時にサラリーマンそのものの意識が変わるんですよ。これすごく大きくて、で青島さんがおっしゃるように、あのサラリーマンを客観的に見た時にサラリーマンってこうだよねって時に何かみんなねすごく気が楽になったと思います。なるほど、ね、だからサラリーマンたちがこの歌をなんだよ自分たちは真面目やってるって、もちろんそういう抗議も殺到したらしいんですけど、一方ではそうだよなっていうどっか、でそこで C 調っていう言葉がね出てくる、 ABC の C 調、ジャズマンの言葉ですよ、C 調って調子いいから来るのかな、そのフレーズがちゃんと C 調言葉にご用心で桑田佳祐さんじゃなっていくわけですよ。でもね、私もサラリーマンは長くやってきて、はい、これを時々聞くとですね、そんな気楽じゃねえぞっていう気があるわけね。で、あのうちの親父のサラリーマンだったのが結構石壁に聞きみたいにクソ真面目なやつだったから、うちに帰っても仕事なんかしてて、それを思い出すと気楽な家業に見えるんだろうなというのがあって、実際まあ、そんなに私はあの、まあ、自分の仕事は好きだったけど会社はそんな好きじゃなかったっていうのがあって、そこのギャップみたいなのはね、傍から見ればそうなんだよ、楽なんだよサラリーマンって。私なんかはその怠けるということよりも好きなことしか、まあ、新聞記者ですから、しかやりたくないのと、やっぱり義務感を持ってるやついっぱいいて、私なんかよくね、あのスイスイスイだらだったってね、お前はってよく言われたんですよ。だからものは考え方で、多分たつきさんなんかの世代だと実はあの真面目にやっていこうという気持ちが強くて、我々の時は確かにそのスイだら星がもう蔓延してて、まあ気分はまああの何にもしないでももらえるなという考えもあれば、好きなことだけやりゃいいなという考える私のような人間だとか、何パターンか。で同時に僕の世代は、僕は子供の頃からクレイジーが好きで、社長シリーズが好きでみたいな、サラリーマン社会をフィクションとして見てて、で僕は僕の世代はみんなあのいわゆるバブルの頃のサラリーマンですけど、僕はもう就職一度もちゃんとしたことがなく、最初からフリーランスなんですよ。でフリーランスのイメージは、映画における植木仁さんもフリーランスじゃないですか。サラリーマン映画なのに、あの人だけどっかが分かって社長に取り入って最後社長になっちゃうみたいなね、あの謎の男なんですよ。でそれを僕すごく意識して、自分のイメージとしては植木さん的ななんか感じで世の中を渡って行くんだぞみたいな気持ちが20代とかありましたね。まあ、実際はそうはうまくいかないですよ。やっぱりこれって後に映画にもなるんだけども、当時東映の持ち久屋さんの社長シリーズのなんか対抗っていうかパロディーっていうか対立したの。これね、重要なのは当時東宝はドル箱としてサラリーマン映画という確固たるジャンルがあって、特に森重さん、森重社長、小林刑事さん秘書課長、加藤大輔さん部長、三木のりえさん市長の営業課長みたいな、それでサラリーマン、でもそれは家族的会社経営なんですよ。みんなが頑張れば幸せになれる、会社が面倒を見てくる、だからそのためにみんな頑張ろうねみたいなことを作ったユートピア的ね。でも作り手だった脚本 そのまとめ役をやってた田波康夫さんって人は、まあ若いサラリーマンだから違うだろうって、普通伝わった時になんとなくあのイメージしたのが、フランキー酒井さん主演でその社長シーズンのアンチテーゼとして無責任社員って脚本を書くわけですよ。でそれを
ランキーさんでやってブラックコメディやったら面白いだろうなと思って温めていた時に、うん、スーダラ節がヒットして、うん、上司である足立英三郎ってプロデューサーから、うん、このレコード1枚なんか映画作れって言われた時にその無責任社員でプロットを提出して植木さんに置き換えちゃうフランキーさんが、うん、だから最初にもアンチテーゼということを意識していたストーリーを植木さんに当て込んだ、うん、でここで大事なのはスーダラ男っていうのはしょぼくれたサラリーマンの日常を歌ってるわけスーダラ節、うん、はいはい、だけどそこで田辺康夫さんが書いた脚本は無責任っていうフレーズで、うんうん、その他人の思惑など関係なくて自分のただ自分のためにやって出世していくうちにみんなを幸せにするって不思議なトリックスターなんですよ。でそれが植木さんの性格にぴったりだけど無責任って言葉がこれ生まれるわけで、うん、それを見た青島幸男さんがすげえと思うシナリオを読んで感心しちゃって無責任一代男を書くわけだ、うんうん、今度これ要するにオリジネーターに影響を与えて、うんうん、スーダラ男が無責任男にさらにパワーアップしたのが日本無責任時代っていうんですね。だからそれは社長シリーズのパロディというかに対するアンチテーゼだったんですよね、うんうん、だから私は学生の時は両方見て面白がってたんだけどもやっぱり森重さんのああいうねいいなスケベでも社長になれるんだみたいなのがあってね家族的なそれと全くはちゃめちゃなやつが周りは迷惑上司は迷惑するんだけどみんな巻き込んで欲しいからなんかみんな巻き込んでなんかみんなモテてこうなっていくっていうね最後幸せなんで会社も上向きになっちゃう上向きになるっていうねその不況の時代ああいうのはもう一人出てこないかなと思いつつよだからそういう意味で言うとサラリーマンっていうのがいろんな側面でつまりずっと高度成長していく73年4年まで高度成長していくときにいろんな角度からいろんな要素で実は日本ってみんな頑張ったよねということがねこう出てくるところが面白いよね。面白いですよね、うん、それがあの戦前の、まあ、軍隊って組織が戦後に会社って組織に変わったときに、うん、それはずっと変わらない滅私奉公だったのが62年でパッと変わった時に、うん、そのフリーランスにつながっていく低成長時代にみんな自由に行こうのんびり行こうみたいなことまで切り替わるなんかあの考え方のスイッチみたいなのを最初に作ったのが青島さんだし、うん、クレイジーなのかなって僕は思ってます。もう一つ聞いてみましょう。簡単に言えばあの五万節なんですが、はい、簡単に言うとこれクレイジーの人たちがそれぞれ大ぶらを吹くというね体現相互の体現相互これもこれも青島さん青島幸男さんですねこれ聞きましょうこれ、はい、めちゃくちゃ面白い、はい花はじめさんと花はじめとクレイジーキャッツ五万節のオリジナルバージョンです、はい、リードボーカルは花はじめさん、うん、谷圭さんそして植木仁さんです、はい、オリジナルバージョンっていうのは違うバージョンもあるという前提で聞いてくださいね。から14年今じゃ会社の大社長キャバレーが酔いのつれづれに読まれた鼻毛が5万本あーサバ言うなこの野郎学校出てから14年今じゃ無職のフライボークラサッと通い慣れたるパチンコで取ったピースが五万箱うわーサバ言うなこの野郎学校出てから14年クラサッと今じゃタクシーの運転手クラサッとむやみやったらとぶっ飛ばし書いた始末書5万枚サバ言うなこの野郎
校出てから14人今じゃテレビのタリントさご用ご用の秋クリビセラリティセンダーの5万回へおりサバ言うなこの野郎め学校出てから14年コロサット今じゃ立派な教材かコロサット飲んで帰って締め出され雨戸におじぎを5万回さまゆうなこれろ学校出てから14年コロサット今じゃヤクザの大幹部コロサット喧嘩出入りで人騒ぎ呼んだパトカー5万台サバ言うなこの野郎学校出てから14年コロサット今日は我らのクラス会コロサット思い出話に花が咲き飲んだビールが5万本サバ言うなおめえたちこの野郎花始めとクレイジーキャッツで5万節をお送りしました。おおらかな時代よ ね、 いいね。しかもこれはハワイアンなんですよね、うん、アレンジがね、うん、お座敷ももうちょっとあとになるけど、うん、マヒナスターズのお座敷小唄とか、うん、ああいうスタイルの、うん、まあ、俗用のね洋楽家みたいなこともちゃんとあって、うん、サウンドも面白いし、まあとにかく歌詞ですね、これね、歌詞面白いね。青島さんが飛ばしてますね。でオリジナル版と申し上げたんですが、実はこれはクレームがつくんですね。あの12月20日にリリースして、もちろんバーッと巷に流れ始めるときに、うん、植木さんが歌った、うん、ね、今じゃタクシーの運転手、ね、書いた始末書5万枚、それから最後のヤクザの大官、はい、ね、喧嘩で言ってね人騒ぎ呼んだパトカー5万、うん、この2つがコンプライアンスっていう概念も放送禁止っていう概念もないときにちょっと PTA 方面からのクレームが来る、うんうん、その時それを聞いた渡辺晋さんはこれはいけないって言って、うん、実は自主回収してレコードそのものを回収して、翌年の1月にもう一回レコーディングして歌詞を変えたバージョンを作る、うん、で萩原浩明さんはすごいのはアレンジも変えちゃうんですよ、テンポも違うんですよ。だからオリジナル版と再発版っていうのは1ヶ月の間で出るんだけども、うん、全く違う曲として楽しめるという、すごいよね。だから曲の調が変わるんです、あのアレンジが、メロディーは一緒です、ハワイアンじゃない感じ、そうそうそう、あのもうちょっとテンポが変わっていくみたいな、あの今だとコンプライアンスとかね、うん、ネットで炎上とか言うんだけど、やっぱりちょっと塩梅悪いよねって。確かにね、タクシーの運転手むやみやたらぶっ飛ばしみたいなのやっぱり良くないし今じゃヤクザの大幹部喧嘩出入りで呼んだパトカー5万台これはまずいよねって、ここは書き直してタクシーのところが、学校出てから14年、今じゃ野球の大選手右に左に打ち分けて打ったホームランが5万本に駆け分けるわけだ、明るい歌にしてね。でヤクザは姿を消して、うん、学校出てから10年今じゃ名うての事件記者、うん、徳種探しに明け暮れて潰したシューズが5万足っていう ね、うん、ね、うん、これ稲熊さんの、ま、昔のことなのかなと思うんだけどやっぱりそこストッと変えて変える、そこで植木さんの影響力ってことが大きかったんですね、うん、子供たちの影響も、うん、とにかく植木さんがスターですから、うん、トリックスターですから、うん、だから渡辺晋さんは植木さんのパートそのものを変えていく。で時代の花形の野球選手と、うん、子供の一番大好きな長嶋茂雄さんが大好き、うん、ですね、うん、で片や事件記者で NHK で大人気だったあのドラマの事件記者から来る、ね、うん、あのいわゆる新聞記者じゃなくて事件記者っていうそのフレーズっていうのは番組あればこそです、はい、NHK の、うん、でね、人気あってこれ見て新聞記者になったって人は我々ちょっと上の世代が、ね、うん、いっぱいで、長井道夫さんと、ね、長井道夫さんねそうだからそういうことで、あのちゃんとすぐにクレーム対応もちゃんとするみたいな、うん、これが渡辺プロのねある種の当時のやっぱり
勢いの、うんうん、あったことと、うん、やっぱり責任みたいなこともあったのかな、うん、そういう中で映画の話が出てくるわけですよね、うんうん、だからやっぱり改めて聞くと5万節ってすごい歌です ね、 すごいよね。まあちょっと駆け足で植木人さんを軸に戦後のいろんな世相の問題とか、いろんな形の日本っていうのが見えてきたんですがさ、佐藤さんこの本を書かれて、はいはい、植木人って何者だったんですかね。多分植木人さんそのまま極めて真面目な、うん、本当誠実に仕事をするからその譜面とか映画とか与えられたことをちゃんと演じるから面白いんです、うんうん、でだけど植木さんが演じたり歌った歌が生み出したパワーみたいなことは、うんうんうん、その時代を高度経済成長の時代を作っただけじゃなくて、うん、これね5年から10年のスパンで必ずスーダラ節ってリバイバルしてるんですよ。 CM とかいろんな人がカバーしたり、ね、うんうん、星野源さん出てきたりとかいろんなことがあって延々不滅につながってた時に必ずみんなが原点のこのスーダラ節とかシャボン玉ホリデーとか、うん、日本無責任時代に戻るっていうのは、うん、その温故知新のまさしく、うん、タイトルこれ僕ねこれから先もずっとね あらゆる世代になんか、うん、影響を与え続ける何かファーストインパクト、常にそのファーストインパクトがこの最初のレコードにあるような気がする、はい、うん、これビートルズと一緒ですこれ、本当に、うん、とは僕は思います。でそこの、まあ、ある種の時期によっては教習も含めて、そうね、うん、そこにね、うん、だからやっぱサラリーマンという言葉が、まあ、非常にまだほんわかしてた時代って、うん、ほんわかを指したのはあのスーダラ節かもしれないですけど、うん、サラリーマンという言葉がだんだん終焉してきてビジネスマンという言葉になってきて、はい、そのあたりでこれが随分と変わってきて変わっていきますよ ね。その古き良き昭和の親父みたいになっていくけれども、うん、何かそこで植木さんが持ってた突き抜けた感じみたいな、その突き抜け感みたいな爽快さが後の世代でも共有できる。それは大竹栄一さんとかのいわゆるクレイジーフォロワーたちがリバイバルしていく仕掛けの中があるんだけども、でもやっぱりなんか奇跡のね曲だと思うんですよ。だからね、萩原さん、ね、うん、青島さん、植木さんの三位一体っていうのかな。大竹栄一さんが好きで、うん、サザンもクレイジーが好きでっていうね。で今で言うと星野源さん、星野源さんも好きでっていうね。だからこれは僕はもう今日これをずっと聞いて皆さんのお話聞くとですね、煩悩というのと、うん、まあいいかっていうのとかこうずっと出てくるっていうね、最初のスーダラ節で言うと、いまだに私ちょいといっぱいのつもりで走ろうとしてるしねだから一目見た子にたちまち惚れてみたいなね気持ちよ。やっぱり煩悩とそれを笑いのめすこととのこういうようなことって多分永遠にこう出てくるんだろうなっていうね。そういう意味では植木さんってな、それを体現したという意味では本当すごい人だね。すごいですね、うん、あの思い出すだけでおかしい、ね、あのもちろん映画見たり曲聴いたりするけど最高なのに、普段ふっと思い出したけど笑っちゃうみたいな、うん、そんなにそういう人っていないじゃないですか、ね、あれ1900何年かにあの紅白で出て、はい、うん、80何年1990年ね、スーダラ伝説、これ一度見てもらいたいですね。これ本当大笑いします、ね、うん、これはね当時ね植木さんが60過ぎてもう一回歌うって言って、うん、11分の大メドレーを歌って、はい、それを紅白で4分バージョンに歌った時に、当時の紅白というその最大瞬間視聴率を稼いだんです。確か9時またぎからなんで、うんうん、でそれは懐かしいとか超えた時に、うんうん、なんか平成になってすぐに植木さんが、要するに裕次郎さんが亡くなり、ひばりさんが亡くなり、時代が変わっていくのに植木等健在だっていうのがあの紅白だったんですよね。あれすごかったですよね。あれ自体が伝説ですよね。ということで佐藤さんにじっくり伺ったんですが、はい、佐藤さん何東京離れて、そうなんですよ、あの2024年のね、うん、8月に僕の家内の、まあ、ふるさとが秋田県二日尾市木坂田町って言ってね、うん、松尾芭蕉が奥の細道の最後に訪れた、はい、
土地なんですけど、そこにたまたま行ったら、ここでね、もう60になって1年に1冊なんか本を書いていきたいなと思ってた。東京にいて日常を続けていくのもいいけれども、一回そこで全部その自然の中で暮らしてみて、もう一回自分のペースで何かできないかなと思って、うん、えいやと思って10月にね東京引き払って、61年間住み慣れた東京、僕町っ子対面小学校行ったりね、銀座のほど帰ったりする僕がもう突然秋田県人になりました、秋田県民になりました、じゃあ向こうで生活しながら、はい、相変わらず執筆したり講演したり取材したりは続ける、メディア出演とかトークライブは必ず毎月東京でやりますし、うんうん、まあどこにいても今僕コロナ禍を経てね、いろいろなんか思うとこがあって、どこでもできるなっていう気持ちになって、東京にこだわることなくでも東京のことを考えて東京について語り続けていこうとは思ってます、うん、まあいいなっていう感じだけどでも忙しさは変わんないかな。変わんないですね、うん、むしろその秋田から東京に来て、うん、まあ、みんなまとめて面倒見よと植木さんじゃないけどして何日間か仕事していく、うん、でも楽しいですね、それは、うん、メリハリがあってやっぱり、うん、そういえば佐藤さん、はい、新しい本を出された、はい、PCL 映画の時代、はい、これが日本娯楽映画の源流1932-1937という ね、はい、東宝映画の前、ウクレイジーキャッツ植木さんの映画を作った東宝映画の前身の PCL 映画は、うんうん、エノケンさんや古川ロッパさん、エンタツアチャコの映画を作ってる、うん、実はそのフォーマットみたいなのが後のクレイジー映画になっていくみたいなことは僕はずっと若い時感じてたんですけど、今回その昭和2年、昭和7年から昭和12年にかけて の、 その5年間 PCL 映画がどんな映画を作ってどんな風に時代の中で変わっていったのかを110本ぐらい PCL 映画の全部時系列で空切り美人に小説詳しく解説していく、歌のエノケンの歌とか、そのなんとかな、外国局がどういう風に浸透していくかみたいなことを時系列で検証していく本を書いて710ページになっちゃったんですけど、これは映画もご覧になって全部見ました。要するに見れないものは何本かあったんです、6本ぐらい、うん、それは本の中でこれは未見ですというふうにちゃんと断って、うんうんうん、シナリオとか当時の公害というストーリーをもとに原稿を書いてますけど、710ページってこのくらいなんですが、はい、そうですね、うん、でこれはね、我々出版業界でいうとドンキ本っていうね、はい、ドンキに使えるという、人をドンキのようなもので殴るっていうでしょ、あれの読んでて眠くなった枕にも通称ドンキモンっていうんですが、これはね、私もドンキモン何冊か読むんですが、これ何かっていうとね、書いた人の力がね伝わってくるから読まだんだん引き込まれるっていうね、そういうのがね最近入るのドンキ本の特徴なんですよね。だから僕の場合はその日本のエンターテインメントがどういうふうに発展していったか、うん、戦時下にね、うん、戦時体制になっていく中で日本のエンターテインメントがどういうふうになっていったかを本当に、例えば 2.26 事件の当日に古川ロッパさんは歌うやじきたって映画を撮ってるんですよ、うん、でどのシーンを撮ってるかロッパさんの日記を読むと分かる、うん、出来上がった映画と 2.26 事件を比べた時に、そのあまりにもギャップじゃないけど、うん、そこに何かを感じるんですよね、うんうん、でその盧溝橋事件がありました、その時はこういう映画を作ってます、でもそれから1ヶ月後の映画では映画の中でやっぱりその戦時体制、要するに非常時だみたいな言葉が出てくるみたいなことで変わっていく、潮目が変わっていく瞬間が分かるんですね、時系列で見ていくと、それは何か今につながっていくいろんな、ね、考え方なのかなってことで、そのタイムトラベラーとしてこの時代をちょっと定点観測して戻ってきましたみたいな本でございます。いやなかなかすごいわ、その調べたり取材したりすることがすごい。いやという佐藤俊明さんに今日はいろいろお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。